皆さん、こんにちは。本日はフォーカスエムシーズンナイン、百十九百二十回戦の模様をお届けいたします。司会実況は私、楠原優が、そして解説は阿久津翔太プロが務めます。阿久津プロ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このフォーカスエムは、M リーグに賞状を合わせ、切磋琢磨するプロ雀士と、その意志に賛同した特別参加の選手による。真剣勝負のリーグ戦となっています。それでは、本日百十九回戦参戦の選手を紹介してまいりましょう。 ままずはこの方になります。ちーちゃスタート沢崎誠現在マイナ百1 1 8 3ポイント第44位続きまして南茶スタート白金崎プラス64.9ポイント第15位そしてシャーチャースタート吉田正ス百1 1 6 2ポイント第43位最後にペーチャースタート瀬戸熊直樹 プラス51.3ポイント、第21位。以上の4名による対局となります。ここまでの得点表をご覧ください。現在は15位白金、そして21位瀬戸熊、そして43位吉田忠、44位沢崎の4名による対局となっております。それでは対局上の準備ができているようです。 フォーカスエムシーズンナイン百十九回戦投配のスタートです。お願いします。この対局は一発裏ドラ、赤ドラありのエムリーグルールによる対局となっています。並びからご紹介してまいりましょう。ちーちゃんに沢崎、なんちゃんに白金、シャーチャに吉田、ペイちゃんに瀬戸熊の並びで。トーン一局が開局となりました。改めました。プロ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。とん一局、ドラは三万となります。 さあもうこのフォーカス・エも119回戦となりました、いよいよ最終盤といったところ、はいはい、各選手のポイントの差も開いてきましたねねそうです、ね、上位は上位で結構200ポイント台、はい、4 5人ですか結構上、離れて澤、まあ、崎さんはねこれが3半チャメということで、はい、8半チャメまでにマイナス200いかないようにしつつプラスできるなら地上復帰というか目指していきたいというところですよね。はい そして今回4名の中で一番ポイントを持っているのは白金というところ第15位とのスタートですが、はい、ここからまた上位へ食い込んでいくことも十分ありますね。はい、やっぱり順位点がトップ取ると 50, 50ポイントついてくるんでもう2連勝したらね1 0 0 2 3 0とかは大体増えるんで、はい、そう考えると一気に上に行く可能性ありますよね。はい、その辺りも一つね分岐点となるような説になるかもしれません。 はい、さあそれでは各選手の手配見てまいりましょうこちらはちいちゃ4枚目のチーピンを引いてきた澤崎です初が統一の手配ここでは安価せず関連ピンターズ払いそしてなんちゃの白金一メンツありますがまだ自敗を残しながらの進行赤嘘そ1枚吉田そしてペイャの瀬戸熊はピンズで一メンツ瀬戸熊さんこのまま、はい、ちょっと面白かったのが前順のパーピン切りですねのチュン切るかなと思ったんですけどはい これ目一杯にしなかったのはちょっとターチャーに速度感感じてますね。はい。親も具体的には,はい。親も結構991何んハクと、はい、えっと手なりで進めてて、えー、シャーチャーの、えー、吉田忠さんがダブトンとか切っててはい。まあ、特に忠さんですかね早そうなのはそれに加えて親もいるみたいなイメージでちょっと安全牌持ちたいなってイメージではい。あのチーピン持ってきただけちょっとロスするけどパーピン先に切ってますね。 はいその分まあ自敗のチューンなど残していたというところですが先ほど手配進行してチューンを切りましたあ違うはシャーチャと入れ替えたんですねあそうですね、はい、もっと安全な範囲にまだ手配にはペンちゃんターツなどが残っています澤崎のね手配進行もちょっと面白かったですよねはい結構ね盾を意識しつつドラ受けも残してという感じですねはい今回は「カンドラカンウラドラガールルー」での対局初は1枚切れとなっています でもこれ瀬戸熊さんの読み見事ですよね。ただしさん実際いいシャンテンだし、はい、親も形いいし。すごいピントが合ってるパーピン切りな感じがしました。さあ白金はどうでしょう。これでタイヤをもつくかもしれません。白は残しながらの進行。こちらは三枚切れ。安全安全牌と言えるでしょう。吉田はいいシャンテンです。結構全員戦える形してますね。<laughs> 少し時間をかけてもいい形に残していった印象がありますね。はい。さあ、目一杯に受けるか。いや、ー一枚残したいですね。はい。結構九巡目ってもうリーチが入っておかしくないぐらいの順目なんで、気持ちとしては。なんで、なんかね、完全に目一杯とするよりは。多少のロスぐらいなら、目をつむると、はい。そして吉田からドラが出てきた。これ数ピン切るかな、名残惜しいけど。名残惜しい。枚切れで、ちょっと弱いから。 あーもうなんなら先にペンチーソ払いかはい場にはションパイのペンチーソでしたまあチーソを引いた時だけは痛いけど、はい、レアンワン引きのペンチーソリーチとかはちょっと見合ってないってことですねまあそのあたりも先ほどおっしゃっていただいたやる気がなくなるような理由がターチャーの捨て牌にあったかなというところでしょうか、はい、さあ3走は沢崎が統一の牌です天敗が入らない吉田ただまだ赤王ピン赤ワ湾は山に残っています誰のもとに行くのか できたのはスーピンですかつもぎっていきましたあとは2面が入ってちゃんと固定していくか吉田んなんか瀬戸熊さ、ね、戸熊のそうですね <laughs> また素直に手が進まないっていうのもあるでしょうかすで、うん、に二段目終盤に入ってきています 沢崎さんももう一杯なんか安全牌引いてスリムにしたいなと思ってるんですけど、はい、安全牌引けなくてちょっとスリムにできないっていう感じですね今そうですね捨て牌にピンズの中ちゃん牌が並びましたさあですするかどうかですね先にしないはいやっぱり速度であんまり勝ってないっていうのとこういうふうにどうせポンしてかわしてにするからンするメリットが少ないってことですねン、はい、をしてしまうとターチャの打点工場の一つそうです、ね 材料にもなってししまうううとといころでしょうか三郎ンの天杯が親に入りました高めの杯はドラとなりますが吉田がでに1枚切って瀬戸駒のもとに1枚自分の手がリャンハンとかサンハンの時は天杯も結構大きいんで、はいね、もちろんカンドラも大きいしそれでカンは有力なんですけど、はいいンの時はねやっぱり打点上昇少なくて、はい、カンのメリットが少ないですよねリーチも結局泣いたらできなくなるしそう、白金はローマンフリテンフ あ、まあ、つもぎりとしました。さあ、そしてお待たせしました。吉田にテンパイリーチといきます。ーチーピン待ち。さあ、チーピン見えてないですからね。先ほど、ね、関せずの選択となった沢崎です。さあ、赤ウーピンも切っていく。ここは一発目でしたが、赤灰、通っていない灰切っていきましたね。ただ、自分の目からチーピン四枚見えてるんで、ノーチャンスですね。はい。あの、リピン通ってて、ウッパーピンもチーピン四枚見えてるから、ないと。 現物ではないけれども切りやすい、はい、はいというところでしたかただねとはいえ赤ウーピンりまあ周りからしたら強烈ですよ <laughs> そうですね白金はウーピンを合わせて行きましたさあこの三番にロンの声がかかります上がったのは沢崎高めのドラを吉田からの上がりとなりました初ドラ一二千九百点親番連チャンとなります いいですねなんかこのベテラン同士ならではのなんかこの渋いそのなんか速度の読み合いとかが選択に出てて面白い曲でしたね、はい、このベテラン同士っていうのはまあ澤崎はベテランかなという気はするんですが、はい、瀬戸熊吉田あたりもベテランには入りますか、うん、いやもうベテランですよそりゃ、はい、まあ押しもされぬ A リーガーはいそしてそれに挑むのは今季女流桜を獲得しています白金咲 もうすぐ決定戦ですもんね。はい、メンバーも決まりました。はい、非常にね、フレッシュなメンバーと。そうですね。言えますか。はい。あ、くつさんも、あの、実況されていますけれども。はい。非常に今から楽しみですよね。いや、楽しみですね、本当。その白金に赤赤の手配が来ています。 1>, ね、1年間かなりあのいろんなお仕事されてきたと思うんですよ白金さんも解説のお仕事はもちろんですけど、うんはい、例えば最強戦に出られたりとか M トーナメントなんていうね試合などもありましたここでね一つ一回り大きくなった白金先を皆さんにお見せできるんじゃないかなっていうお話などもありました今局も勝負の一局となるでしょうか今回は瀬戸熊の手配がかなりまとまっていますか そうですねもういいシャンテンはい澤崎さんもチートイツのいいシャンテンあペー切ったこれはすごい一打なんですかめちゃ,くちゃぼかしてる澤崎さんらしい <laughs> いやこのペーはチートイツいい <laughs> シャンテンから切れないですよ一枚切れでしたか一ト一番欲しい範囲まであるそうですよね残された範囲はウーピンチーピンキューピンですあ見事天敗だ闇天に構えますこれされたらチートイツとは読めないからな ペーチーピンの手出しの順番ということですねなんならこのまま待ちかわんないと白金さんがほぼ切りますね急遽はい。ただこれは現在待ちろを探しているといったところでしょうかそうですねさあ何が来るかスーピン中筋,中筋買えないならこれ白金さんだいぶアウトああついたこれなら大丈夫かリ関係で少し持ちますか助かりましたねエンチャンターズを払っていきます 役牌の白統一は場にはまだ勝牌となっています。佐々さんがあとは何引いたらリーチするかですね。はい。まあ何とかが良さそうですね。一枚入れで。であるならば何あたり。それ以外だと勝牌か二枚以上切れてる牌ですもんね。総数、はい、も割といいかなんか言いそうとか引いたらリーチするかも。あでも一枚切れちゃった。さあ しゃあこれは二枚切れ突然おもむろおもむろにつもぎりリーチはい。親から危ないこれは危ないかまずは言いそうからうん、瀬戸熊さんが切っててつもぎりリーチだから大体、はい、大丈夫と嬉しいはずのローピンツモが白金、ね、宝珠へのカウントダウンとなってしまうかもしれませんしかし追いついたここは瀬戸熊も来ます老朽装待ち さあドラドラです。そうなると、う,わうん安全にいきますよね、はい。もうメンツができていたところから三を切っていきました。赤赤とはいえまだ手配の形が押し返すというところにはなっていなかったというところでしょうかさあ瀬戸駒がつま上がりとなりました。リーチ一発つもドラドラ。二千四千は二千百四千百の上がりとなりました。 瀬戸熊後輩パから見事に上がりを決めた格好となりますが沢崎の手順が面白かったですねそうですねあのペーギリは本当にねなんか毒を持ったような一打でしたよねはい見事ウーピンを重ねての天敗となりましたさあ親番変わって白金トン二局のゲームドラはローピンとなっていますわあ嬉しいめちゃくちゃ嬉しいですねドラ表示杯を赤で引いたのは吉田です赤字のトンを重ねたのは瀬戸熊 崎はピンズで1メンツ、ソーズで1メンツ、赤羽が1枚ありますが、ちょっと手役も狙いたい。一旦たん、何切りますか、はい、途中流局ないですね、多分今、確認しますね。4枚目のんということで、はいまあ、かつてといいますか、去年までといいますか、そうですね、はい。連盟の公式ルールには、途中流局で数分連打のルールがありました。お で、範囲の伸びは順調、少し打点も見たいか、瀬戸熊の手配。ああ、沢崎さん、赤使うよりも、なんか純ちゃんの方が高いですからね。できれば、はい、そっちになってほしい。なんかもう、赤じゃなかったら、最初に切りたいぐらいの。そーですでしたよね。ねはい。しかし、それは目立ちすぎてしまうか、まずは手の内残しています。三品。うん、これは、純ちゃんなどには、まあ、二枚はいらないところ。 こうなると普通に進めるという方向でまあ、7,8,9に変化すればって感じですねはいそのトーン一極の関節だったりもそうなんですけどやっぱり他の人との間合いを気にしながら結構打ってるなっていう印象がありますねはい今回もちょっと見え方なども気にしているでしょうかそして瀬戸熊さん E シャンテン取らずでしたねかなりじっくり打とうという 酸素ね、払いですかなんか例えばドラ切らないにしても数番切っといてトンポンしたらドラ切って換算そう転パ取るみたいな人も結構いると思うんですけど、はい、まあなんかそんな焦らずにじっくり手を作ろうじゃないかっていう、まあ、なんか今現状点数持ってるからその余裕あるじゃんとでその余裕を生かしてもっとリードを伸ばしに行こうっていうなんか考え方ですよね。はい これもね非常に瀬戸熊さんらしさが出てていい一段な気がしますちょっと次のツモが楽しみになりますよねはいさあ沢崎は相ウズ伸びましたがここはツモ切りとします親の白金はどうでしょう一気通貫など見て手を組んできましたが伸びてはきてない、うん、ちょっとこの曲は折りになる可能性もあるなというのは考えてますねはい まあ一気通貨にはほぼほぼならなそうな感じですねなんか安全に最終的にテンパイ取れたらラッキーぐらいの印象ですねはい序盤から手が変わらなかったことも大きいでしょうかドラ引きでピンスが延べたんの形五六七八の連続形になりました吉田がいいシャンテンカンサンピンカンサンマンなるほど白金さんはイーソーが全員にほぼ切れる牌。現物だったり筋だったりで、はい 数うと,、まあ、とかも切りやすかったりで今安全牌のシャー切ったけどこれでもリーチきたら降りれるってことで、はい、あの安全牌切っても大丈夫というなんかその目一杯にできるっていうのを確認しましたね。はい、なんか手配の形は遠いですけど、まあ、これでも守備力はなんとかなると。さあこのルールだととりあえず一発は嫌だなって思いながら打ってたりしますよね。そうですねまずは一つ ああ、ここでトンガのポンが入ります。瀬戸熊。これは天敗取っていくでしょうか。ドラ切りとなります。かんさんマン。そして、沢崎はまだ天敗は入りません。ただ、数層先に切ってね、ペンチー層最終的になことを強くしてるんで。はい、ペンチー走なったら、かなり盲点ですね。勝負の手会いとなるかもしれません。さあ、そして勝負手は吉田。 きたシャンポンカンちゃんの選択カンロ楼庵闇点に構えました単野赤虎打点も十分ローンそして選んだ瀬戸熊6と9の選択は包丁に回ってしまいました単野赤虎5200点上がったのは吉田これで親番を迎えます。 いやーこれは吉田さんねかんちゃんとシャンンポの選択見事でした、ねはい、瀬戸駒は9音は後に残したというところですかまだテンパイ入ってないっていう読みと、はい、あとはまが変化した時に6を切っといた方が強くなる可能性がある、はい、あとはから切りとか入れるたびにかんさんはの筋のまがちょっとずつ強くなっていくっていうことで、はい、なんかその自分のまの強さを優先して6を切ったという感じですね。はいそれが見事 闇点にしていた吉田に、町の選択などもある曲ではありました。はい。止まったという格好さと、とんなんと一シャーペン一枚ずつの手配。ここはシャーツもぎりスタートとなりました。少数紙見なかったですね。はい。見るかなと思いましたけど。まちょっと。 うん、夢を見がちな我々としては白、はい、金さんかなり現実的でしたね <laughs> はいなんか2組統一であるだけでちょっと嬉しくなっちゃうようなちょっとなんか次シャーカペェ引いたら <laughs> とか思っちゃいますよね <laughs> そんな風配の選択ではありましたが、まあ、上がりやすさで言ったら自敗から切っていく方がいいのかなというようなそうですね、はい、白金でしたさあ今曲ドラワちゃんとなっています 現在親番はこちら吉田ドラのチューンが1枚手配は3統一ですがまだまだ苦しい形、うん、吉田さんはちょっとメンツ手でいけるかどうか怪しい分、はい、チートイツは残しつつの進行になりますよねドラが1枚浮いてるということもあってはいドラのチューンは山に2枚残っていますので自力で重ねる可能性も十分あります白金さんもそうですね、はい、チーズ点はいなんか一個あんこになったら なんか遠い遠いとかでも良さそうですけど、はい、現状だとチートイツもうむしろ次なんかいい牌引いたらパーソーとか切ってもうチートイツ決め打ちそうですねはい何がいい牌なのかそのあたりもアクツプロと一緒に考えていきたいなというところですまあ大体一枚切れの自牌は最強ですね <laughs> はいましょん牌の自牌とかも重ねる分には結構重なりやすいんで、はい、割といいですね特にこのルールですとドラット赤と 手のうじ目ぱいにしたいプレイさああんこになった先ほどおっしゃっていたトイトイへの分岐も残すでしょうか、うん、トンはしょんぱいですナンは一枚切れただペイ切ったってことは、はい、トンポンしてチーソーを切るってことですかねなんかトンポンしてトイトイにするならパーソー今切りそうだったんですよね、はい、ペイは縦の重なり候補でただ一応イーシャンテンにしたあこれでチートイツに決めましたかドラ持ってきたからかはい まあ、あとはね、積もり三個でよしっていう考えもあったでしょうね、おそらく。ここで親から赤ウーピンが打たれます。赤ウーピンの方なんですね、なんか同じドラを切るでも。はい、チュン切って、今ウーピンが二枚切れてるから、はい、赤ウーピンのくっつきがすごい強かったんですよ。はい、なんで自分の上がりだけ見るなら、結構チュンになりそうだったんですけど。ちょっとターチャにドラ統一あるかもっていう読みが間違いなくありましたね、ただね。となると、自分の勝負形までは打たないと。そうですね。 何か,か気づいたらトイツ手っぽい人が2人とこちらはメンツ手の澤崎うん、うん、ここは6と9の選択6を合わせていったというところになりますさあ自身から4枚ローピンが見えています残したい町はどこか白金はチートイツのイーシャンテンさあさらに縦配が増えて ここは決めていましたかパーピン短期チートイズでの先制リーチとなりましたうん、かなりよく見えるパーピンですねはい。ただ白金さんだけはね持ってるかどうかわかんないですけど、はい、その白金さんも持ってないとただそれ以外がま万人か白金はノーチャンスですもんね自分から見てローピンが四枚見えていますペン3万天敗となりましたがドラを打ち出す価値のある手かここで精査の時間となります いい気がするけどなペン三番の街が弱いし打点もないしで2、はい、リャンピン2ピンかパーピンキューピンあ、えー、ピンズの上7八九を落とすか2、はい、リャンピン2ピンするのかな第一は E いいピンだから2ピンがグ形に当たることもあんまないし、はい、わ勝負したそして闇点。 勝負いきましたよこれはいここはペンサンマンイペイコの役割転廃を取りました闇天ではありますが一気に場の緊張感が増したことでしょう合わせていったドラ白金ですさあ、ただ今回闇天にしたというのはどんな意図がありますかいやもう所詮安くて街も悪いんで <laughs> ちょっと 他にね危険牌持ってきたら降りる選択もあるなということでね <laughs> さあそしてこの人が来ましたよ沢崎が3冠数層引き入れてイースワンこちらも勝負形としては十分といったところでしょうか、はい、リーチピンフ赤ドラのチュンが場に2枚打たれていますうわでも急走してるワンチャンスか <laughs> まあ濃い牌持ってきたら降りると思うけどなはいイーワンは多分止まんないんじゃないかなあスーワンも止まんないかもそうですねただ イースマもかなり薄くはなってきています<あ>うわ、<択>変化いやこれイースマン変化なども見ますかどうするかなここでは吉田時間を使っていきます僕のイメージたださんリャンワン切ってやみてんしそうリャンピンは沢崎さんに押しづらすぎてなんかイーワンかリャンワンから選びそう降りるんだここは選べないへー まあそれぐらいまあそこまで置いたい手でもなかったというのもありますかまあそうですねさあここは吉田闇天で押していましたがここは一歩引く選択の親番となりましたうわお3ピン二人に筋では通っているところさあ沢崎も親の ドラギリなども見ていましたが、ここは果敢に追い掛かり一と言きました。白金は受けています。さあ、これは？まあ、九ピンとかになるか。ああ、ウーワンが通ったから。はい、まあ。形を完全には殺さずにといったところでしょうか。いや、一番安全な廃用。はい。切ってる感じがしますね。はい ただこれ転廃したら言わんでるかも。さ二<あ>枚切れ。このハクは、バニ二枚切れ。ヤンマン続けて切っていきます。連、うん、チャンも。厳しくなった。サパーピンも一枚残っていましたが。これで。沢崎のツモがなくなりました。一番安全な、はい、ハック。 かなあ2枚切れ2枚切れの吐く以上に安全な牌があるかどうかまあチーピン,ーピンあチーピンが一番通りそうですねどうですか確かに瀬戸熊さんに通ってて沢崎さんローピンとか切ってるから無形、はい、で当たりづらいですね相当チーピン吐くチーワンの3択ですかね <laughs> ただ2枚切れの白でちょっと考えてるってことは統一戦なんかも怖いなって思ってるというところです、うん、ここはあんこのピンに手をかけましたこれが最後の相も上がりはない一局となりました瀬戸熊、沢崎、イーチをかけていた2名のでの天で流曲となりますまあなんかチートイツは結構ケアしてたように見えるんですけど、はい、でもそれにしてはドラ勝負って感じですからねだから、はい、ドラドラすでに持ってるチートイツと読み切ったんですかね。はい そのあたり非常に難しい押し引きの中、うん、まあ考えていらっしゃったというような印象はありますよね。だってチートイツだと思ったらドラだけは打ちたくないですもんね <laughs>、はい、いくら自身が天杯役割とはいえ、はい、一番行きたくない特に自敗のドラではありましたそうですね。さあここは2人天杯での流局親番を迎えたのは瀬戸熊ドン4局一本馬ドラはイーマンとなっています。こちらはペーチャの吉田 ドラの2枚引き入れました寒涼版パーツの完成そして春は統一親番の瀬戸熊ですなんちゃの沢崎はチーピングアンコになりました自敗残しながらの進行本一なども見ているでしょうか白金もドラを引いてきた四統一の手配ですドラドラになりましたこれで打点の種は十分といったところ結構なんか役配とか残さずに自分の、はい なんか手をそのまま進めてますね田谷さんはさあここで沢崎が仕掛けていきましたシャオポンポイツですねうん、ここは自分がなんちゃということで、はい、自分の上ちゃんに牢にプレッシャーを与えつつもちろん上がり目指して、まあ、あとは、ね、こういう仕掛けを混ぜていくことによって沢崎さんは相手からしたらね本手なのか、はい、それとも遠いのか分かりづらくさせるみたいな そのやりづらさという印象を与えるのも上手いですよね。はい、二枚目のお高風のポンから、そしてトーンを合わせていきました。ドラ切るか切らない。あ、ここはもうドラを切らない形に決めたといったところですか。そうですね。沢崎さんの仕掛けに対しての警戒ですね。はい、はい、さあ瀬戸熊も形になってきたぞイシャンテン。さらにピンズを引き入れて一歩前進。沢崎はお高風のシャーをポンしています。 ただね、香沢2本ということで単野で仕掛ける手も有力だっただけに、はい、結構ね白金さんの手ははは苦ししくはなりましたよね、形が。はい。さあここはどちらでリーチするかというような瞬旬ではありましたか。両面を選択親の先生リーチとなりました瀬戸熊町はウーパーそうです。 ちょっとでも迷いがありましたウッパーソウが自分の目から3枚見えで両、はい、面としてそんな強くないということで多分子供だったらシャンポンや店からいい街への変化を見たと思うんですけど、はい、まあ今回は親だからリーチしたいということで、はいはい、リーチするなら、まあま、あの少しでも多いウッパーソウにしようという判断ですね。両面ででのの選択一発裏ドラマあるルールル対局となっています 3枚かなそしてそのリーチを受けた小型3名はいかがでしょうか。リャンスをチーマンと引いてきた澤崎まずは自敗からうんリャンピンが3枚切れで自分リャンピンの2度受け残っているということでローピンも地位しなかったんで澤、はい、崎さん結構折りになりそうですね。はい。ただ手の内にはほぼピンズワンチャンスのいいピンとか多分切ると思いますね。はい、チャンスに <ん>あ本当だ、もっと切りやすくなった、はい、じゃあ三ピン3ピンも切りやすいですね白金はイーシャンテン、赤カドラの手配ですとなると沢崎さん、しばらくはなんとかなりそうですねはい、白も現物でした白金はペン3万がネックではありましたが そうですねこの形になったならばというところでしょうか数万をあんこにしての追いかけリーチとなりました町はペン三万リーチ赤ドラと打点も十分となっていますそうですねここまで来たなら十分戦える、はい、なんか価値のある手になりましたねはい山には二枚残っていますこうなるとタダヤさんは <laughs> そもそも数万ないのか数字になったドラさんだからはい ああ、これ転廃したい押すかも。関数マン。ドラさんですからね。打点は十分。はい。ただちょっと、ノータイムでリーチとはいきませんでした。うん、いきます、ね。ちょっとやっぱり嫌な感じしていましたか、しかしここは三件目の追いかけリーチ、待ちは関数マン、こちらは山には残っていません。 ウーピンがねちょっと親の瀬戸隈さんには若干切りやすいあのローピン3枚見えアンピン通ってるんでワンチャンス、はい、白金さんに対して通るかどうかでちょっと想図がだいぶ通ってるからまちがピンズかマンズだろうで、はい、ちょっと濃度が濃かったんですけど、まあ、それでもね自分ドラさんなら勝負する価値ありと見て押し切っていきましたね。はいまあ、自分がドラを持ってるっていうことは他の人は持ってない可能性もあるっていうのも。わりは結構 この程度だと全然ねやっぱトータル八枚なん、はい、トータル七枚か赤さんと表四。まあまあ自分が三枚持ってる程度じゃまだ他は見えてないんでね。全然ドラドラぐらいに。実際親のリーチに子供が追いかけてますからね。まあそうですね。はい、ある程度の勝算があるような勝負となっているようには見えます。あと結構裏もあるから、ドラ一枚持ってるだけでね、例えばリーチピンフドラ裏とかでマンガンって言われるんで。 結構ね、大体打ったら高いと思って差し支えないですね。<笑><笑>まあ、実際白金も形は悪かったのですが、今回上がりとなりました。ドラ赤ならば十分勝負となるといったような判断ですね。はい、はい。さあ、上がりとなったのは白金吉田からです。リーチ赤ドラ五千二百は五千五百、強択の二千点も。自身の過程に使うことができました。 百十九回戦は折り返し、難入となります。親番は沢崎、ドラワトン。残り時間は四十一分となっています。ね、白金さんって、はい、本当なんか、教科書みたいな麻雀しますよね。<laughs> 本当になんか。説明してください。なんか、今期やっぱさっきおっしゃってたように、はい、解説の機会増えたじゃないですか、白金さん。はい、だから、結構その白金さんの解説聞くようになって。はい、なんか。 まあ思ってたよりって言っちゃうと失礼かもしれないですけど、はい、めっちゃ解説うまいっていうか、はい、なんか思考がクリアな感じがするんですよね、はい、あとやっぱ教室とかやってらっしゃるから多分説明も上手っていうのもあると思うんですけど、はい、なんかその解説のうまさが、はい、そのなんかマージャに出てるっていうかマージャもすごいなんか基本しっかり忠実に打って、はい、なんかね丁寧さをすごい感じますよね基礎もしっかりある上に説明も上手はいはい 白金は今期フォーカス M は初参戦となるんですけれども、はい、なんかそういうなんていうんですか緊張感だったりとか、うん段通り打って、まあ、現在15位と真ん中よりも上の順位に、はい、これが5戦目の対局というところ、うん、トータルポイントプラス64.9ポイントで本日はスタートとなっています。 非常にねあの仕事の合間なんかにお話ししてもね麻雀の話とか結構いろんなことを覚えて、うん、あ私はこう思ったなーなんていうのをお話しされている印象はありますすねなんかすごい本当思考が分かりやすくてそれを伝えるのがうまいみたいな感じがしますよね、はい、実際に教室の生徒さんなんかもねご覧になっているのかもしれないです、ねうん、そうですすねねそうごろチが見えてきましたよ。はいとなると。 ここはドイツの急走。急走これもちょっと面白い選択ですね。柔らかくいきましたね。はい、まあ、結構イーソーリアンソーがシンプルで。なんか、例えば、スーピン引きとかの時にね、あのー、三面ちゃん作った時は。あのー、急走急走よりリアンソーイーソーのが形はいいんですが。はい、先に急走統一落とししておくことで、後に単用とかもちょっと行きやすいとかも考えたのかもしれないですね。 さあこちらも一歩前進となりました白金です。ここで目一杯に構えるメンツができたのは吉田です。マンズで1メンツ、ソースで1メンツ。瀬戸熊はすでに2メンツができています。白金さん三番チーズる手があるけどどうですかね。はい。なんかちょっとねそのために残したパーソーでもあったりするのかなと思いましたが<ー>ここはむしろ外していきました。ちょっと とマンズが結構切れてて、下の方が三ワンよしと見るかなと思って、はい、パーソキウスあたり切るかなと思ったんですけど。はい、本当にもう、相図の上は、一面図一ジャンと、固定みたいなイメージですね。で、しかも。点酸素引きましたよ。おお、狙い通り。これは切らなくてよかった。はい。ここは相図、りゃん関係にします。おお。狙い通りだ。相図が伸びましたね。いいシャンテンです。 ある程度も形を決めたかったっていうなんか意思が見えましたね、はい、さあ五六七の三色イーシャンテンよく沢崎はゴロンチなんて言ってますけどね、はい、ゴロンチのイーシャンテンとなっていますうもう先輩通りここは白金お手本のような教科書のような麻雀で先生リーチにこぎつきました町は両ャンとなっていますリーチ、ピンフ、赤打点も十分 いいや面白いですね。澤崎さんも狙い通りだし白金さんも狙い通りだしはい我々のこの席からはちょっと見ることができないと言いますか、うん、想像することができないような面白い今結果となってこの手配が育っています、うん、さあ吉田はチュンをポンすれば天杯の形ですが換算ピンはやはり心もとないか。 他点としては不十分ですよねはい形もあまり良くないところそしてつま上がりリーチつもピンふァか裏これは教科書通りと言っていいでしょうか二千四千のつま上がりですいやでも今の選択うまかったですねはい結構ねソーズリャウソとウッパーソーがちょっと二度受けっていうのもあってあそこで寒さまは原の結構抵抗がある形だったんですけどはい 本当にねあの形をある程度決めといてそうすると次持ってきた安全牌とかを残すこともできるしなんかそのいわゆる5ブロックか6ブロックかみたいな話で多分5ブロックをしっかり選択するタイプの思考っていう感じがしますね。はいはい、ある程度形を決めて余ったスペースの部分は安全牌持つみたいな。そして見事それが結果に結びつきました。 2 4 0 0 0の上がりで親番を迎えます何二玉持ち点は3万8900点となっていますさらに伸ばしていくか形も悪くなかったですねこちらはシアちゃんの説得間の手配ですまあかりということでねトップ取るためにはもう一上がり欲しいなっていう感じはしますよね、はい、順調ですよ順調本点ンンも効きますけどどうですかトンドラドラポンして5800悪くないんですけどはい ただ、ね、あのポンして三面ちゃん残りじゃなくてそう三面ちゃんを消費して2面残りなんで、はい、ちょっとこれはスルーしたいですよね。はい、もうなんかすぐにリーチもいけそうな形,そうなん形ということですね。さあ何を引いて点配するか。ンは引き入れた瀬戸熊は形が良くなってきた。 なんかこの形からポンするのって、はい、三面ちゃんが埋まる分の時間を、はい、あの手に入れるみたいなものなんですよね、はい、打点を消費して。はい、なんか三面ちゃん消費するあの三面ちゃん埋まる時間ってそんな長くないんで、はい、大体すぐ埋まるんでわざわざ打点減らしてまでしなくていいかなみたいな。あく津さんの体感三面ちゃんってどれうわそれもうなんか知ってないと恥ずかしいかもしれない。<laughs> 体体感感でです種類あって、はい 3, 3種類なんで、はい、11分の1ってことですよね,ううすよねイメージそれぐらいってことでさあここはトーン、はい、2>, 2枚目は仕掛けていきました白金、ね、さあやはり2枚目だったらというところでしょうかそうですね順目が3順ほど進んだっていうのも大きいですねはい11分の 1, 1まあだから両面とシャンポーの部分も合わせて、はい、うんと大体、まあ、56分の1ぐらい、はい、56順で転配するぐらいの確率だったみたいな感じですね まあイメージトンもいい班ですしリーチもいい班というところでダブトンだとなんかすぐ泣きたくなっちゃうというようなまあダブトンだったらダブトンドラドラだからもう絶対泣くぐらいのこれパワー4見えですドラが余ってます C1 切りませんかちょっとウーパーマン悪すぎるかそうですね声が届いたんですかそれとも瀬戸熊さんが自身で選択されたことですか、はい、いや自身で、はい、もうむしろその,あの瀬戸熊さんが選択するのを先に 読なん,んですけどこれローマンやっぱり危ないごめんセットさん <laughs> あれメ本チートイツしかしこれはもうすぐに危ないかローマンいやこれもローマン危なすぎるよ <laughs> ちょっとサブロマン引かないとこれは回避できないような形万全一回引いて耐えないと <laughs>、ね、しかしここで来たのは沢崎誠だ三ピンラン今回もチートイツで勝負となりました さあ小型のリーチ2300点持ちから先制リーチが入ったところ今の切り方見ましたはい入ってますよ吉田ただし。戦う気満々と2枚切れの順ではありましたが打牌に気合いを感じますさあ白金しかしここは積も上がりとなりましたトン赤ドラ2000オール小型の攻め返しもありましたがここは見事に仕掛けての上がり 親番連チャンとなります。何二局。一本馬はドラパーピン。いや、今の一上がりで、一気にトップがぐっと近づきましたね。はい、まあまあ、二万点差離れたんで。結構トップが取りやすくなったと言えると思います。はい、こういう時。 アクスさんだったらこの点数もっと伸ばしてやろうぞなんて思ったりしますか手によりますよねはいそれはそううん伸ばせる手が来たらいくらでも伸ばしたいんですけど白金さんはこんぐらいの手じゃさすがに伸ばしにいく手ではないということで、はい、トーンは2枚ともスルーしましたねはい自敗派自敗が多いハイパイとなっていましたとなるとこ型にチャンスありというところでしょうか背徳も悪くない赤メンツ総数いのメンツもあります 崎はちょっと時間かかかりそうですかしかし先ほどはいいつまで育てていたまあ例えばね自分で上がらなくても、はい、2>, あの2着目の瀬戸熊さんが1人だけ結構近いんでその瀬戸熊さんに上がれなければいいと考えれば、はい、例えば吉田さんが仕掛けたらねなんかもう一個泣かせてあげるとか、はい、そういう感じで他の人の力を使って一曲消化するみたいなことを選ぶ可能性ありますね、はい、白金さんは。テククニックですねテクニック使うかもしれません。 まあただ吉田さん仕掛けたら高いからな <laughs> 座っている人にもよるというところもあるでしょうか <laughs> う、ねはい、まあでもマンガンぐらいは許容範囲な気がしますねはいただ吉田には親番が残っていますドラのパンピンは今回4名に割れている支配を残しながらの進行を選択しました白金です全敗残しながら進めるってことでチートイツが嬉しい。はいすみません大変失礼しましたペンチーピンドラ表示配を引き入れためっちゃ嬉しいはい ドラより嬉しい表示牌。さあこちらは立ってもちょっと考えまだないかチーソーたて重なりさあそして楽しみなのはこちら吉田の手は瀬戸熊も赤ドラの手ですがドラのパーピンは使い切ることができるかどうかちょっと瀬戸熊さんの手なんか ね、このままブクブク嫌だけど、はい、どれも切りがたい形なんで決めづらいとはいすごい不安定早く何か引きたい今リーチって誰かに来られたら嫌すぎますもんねはいまあでもこれでいいシャンテンになったんで、はい、まあいいでしょうという感じですね形を決めました、まあ、場合によってはドラ切り勝負も自殺といったところでしょうかそうですねさあしかし今にも吉田からリーチが入りそう。 広いイーシャンテンでした。おお、これは、どうですか、ドラギリカンパーマン。ドラギリカンパーマンいくんじゃないかな。一枚切れ、マンズは景色、悪くないようには見えますか。まあ、ただしさんだけね、一枚もマンズ切ってないんで、はい、そこだけわかんないって感じですね。まあ、贅沢を言えば、タンヤオとか、ピンフとか、つけたいなと思うところもあるでしょうが。ここは親番も残っています。瀬戸熊、白金が最も恐れていたところからのリーチです。そうですね。 さあカンパーン赤が一枚ある手牌での先制リーチとなりました残り二枚沢崎は現物のチー小層ぎりの選択まだ形が悪いところが残っているうん沢崎さん白金さんおりになりそうで正さん惜しそうですねもう,、はい、もうノータイムで切っていますしなんか心なしかね手がうねってきていましたねうねってましたね完全にはい 降りる気味、ね。それを見ると、ドラ先に切っとこうかななんて、沢崎の席に座ってると。<laughs> そうですね。思ったりもしますか。さあ、どうだ、テンパイ入るか、吉田正入らない。カンパワン、先制リーチ、瀬戸熊直樹、山には残り二枚残っています。現在はトップ目白金先の親番中となっています。いや、沢崎さんなんか、降りて、降りてるのに、<laughs> 一日さんのいいシャンテンですよ。勝負杯、ローピンとなるでしょうか。イースーピン、カンディアンスを。 リアンソ4枚目ーリアンが泣かないうーん安全牌切って回れないから、まあはい、これでベタ折りですね完全にリアンソウ4枚なくなっちゃったから面前で引き入れたならば勝負としたいぐらいの組み方といったところだったでしょうかそうですね4枚目のリアン3を引いたらぐらいの感じでしたねまあいつもともとベタ折りなんで、はい、たまたまこの形になったのがラッキーみたいな感じですよね このいいピンが先に来ていればどうしていたか。さあ白金を受けながらご統一の形になっています。本当ですね。はいドラは二人が切っているので切れるところ。ここでリアンメンターツに手をかけた数チー層が薄くなってきたところでしょうか。チー層四枚切れたんで、はい、薄いしウー層ーがノーチャンスになったんですねリアン層切れてるから。はい。ということで安全に。なんか天杯まだ目指すって感じですね。じあ天杯？キピン切りキ、はい、ピン短期？ さあここはなんかちょっと守備的にと言っていた白金が、うん、まさにその狙い通りのチートイツです安全を確保しつつ天杯まで入れちゃう、はい、山には残っていませんがさらにダメ押しの親番レンちゃんとなるかここは数ピンを切って追いかけリーチ関数マン引き入れて感触も十分か三郎ピン待ちリーチピンフ赤ドラ 吉田の追いかけリーチが入ります白金さんは危険犯持ってきたら即降りなんでもこれで降りですね <laughs> 命大事に大事ですはいトップ目のトンとイツ落としとなりました気合十分吉田待ちはサブローピンとなっていますサブローピンもちょっと薄いんですねでも山に三枚あるかなってことは背景がどうだ <laughs> 違ったな <laughs> いかはい さあ、ここは荒ぶる吉田追いかけリーチとなりましたが、二軒リーチ流局となります。吉田瀬戸熊の二人転廃。瀬戸熊の持ち、はい、も二枚山にはありましたが。ここは上がりとはならず、勝負は持ち越し。勝負はなん三局へ続きます。今日たは二千点,点。親番を迎えたのは吉田です。トラはペイ。イ 一枚持っているのが見えますねそしてハグが統一メンツありませんこれでなんかグッとやる気になったと、はい、そうですね言える手配でしょうか地風のトンからの切り出しを選択しましたこちらはもはや親番が残っていない沢崎赤メンツがありました沢崎さんとしてはね、はい、ここで吉田さんに上がられると自分がラスになってしまうし 逆に、ね、自分が上がることできたら強卓込みでオーラス2着への希望が見えてくるんで沢崎さんととししてては何としても上がりたい曲、はい、もちろん吉田さんもね親でこ逃こすともう結構ねラスになりそうなんで、はい、上がりたいところって感じですね。下位 2>,、まあ、2名にとってかなり勝負の一局となりそうでしょうか。はい、さあ関連ピン引き入れたぞ瀬戸駒も形が良くなってきたここは両面固定とします。 さあここは多圧の選択となる両面固定四5五からウーピン切りの選択うん白金さん一応自分が上がるか沢崎さんが上がるかが理想ですけど <laughs>、はい、ちょっと自分の上がりが遠いみたいなイメージですね先ほどと同様に自廃残しながら手配進めていっているような印象があります廃<や>重なるか単用になるかは欲しいですね、はい e、親の現物も確保しつつといったところ あ、親ですよ。かなりちゃんとですねかなり。数万切れます、この手配、親で。まあ、なんかその前から。四番って。九チャンパイ連打してますもんね。<laughs> うすうす老僧とか来てる時に、親と思ったんですけれども。うん、やはりここは見せてくれるか、吉田ただし。第三十五期包囲でもあります。 なんかね第一だトンだったからこの曲は手なりでいくのかなと思ったら <laughs> もう二巡目から人が変わったかのように <laughs> ウーソーローピンローソーと私たちの知っているただし吉田プロでしたねはいさあ欲しいのはいいピンチそうあたりでしょうかさあそして沢崎も形が良くなってきたさらに一歩前進両面両面のいいシャンテンはサブローピンとスーチーマンです ただなかなか有効配を引いてこない吉田は苦しいかさらに両面ここでペンチャンと圧を満を持して払っていきますイーシャンテン瀬徳間さあ天敗だここは沢崎お待たせしました八巡目の先制リーチリーチピンフワカ待ちはスーチーマンですさあこの小型のリーチを受けてどうやって打っていくか親番の吉田まずは現物の言いそう このは吉田に統一です瀬戸熊急走白どっちから切るかもしくはベタ折りするかはいその選択の時間だったということですねおっとこれは気持ちのいい一発でのつまがりリーチ一発もピンふわかウラドラどうだ乗らない2千四千、4 0 0百2 2 0 0 4 2 0 0のつまがりとなりました。 ここで大きく澤崎がポイント回復となりました香沢も澤崎のもとにしかも第一打が老腕なのがねですが中腕というのが澤崎さんだし <laughs> 老介な打ち回し、はい、なんかちょっと面白かったのが吉田さんのあの「ちゃんた」の進行によって、はい、白金さんはあ親が厄介持ってそうだから厄介絞ろうになったんですよね、はい まあだから吉田さんのあの進行がそのトップ目の進行を遅くしたっていうのもすごい面白いポイントだったんですけどまあ沢崎さんがね思ったより早かったって感じでしたねはい。さあこのハイパイすごくないですか沢崎めちゃくちゃいいですねはい赤もありましたさあそして白金もすごかった赤ウーピンそして赤ウーワンがあるハイパイすでに二つメンツがあります白金さんは第一打でドラ打ちましたねはい このあたりもトップ目ならではのうちが、打ち回しといったところでしょうか。まあ、手が悪かったらね、そもそも親にポンとかのリスク避けるために切らないんですけど。今回はね、はい、どうせいつかは切るぐらい勝負手なんで。だったら早めに切った方がいいって感じんですね。はい、またポンされてた時はその時考えようって言ったところでしょうか。そうですね。はい。現在は親番は瀬戸熊、持ち手は二万二千九百点。先ほどの沢崎ながりで、現在は三番手です。 淡崎さんは「バイマンツモか「マンガン直撃」でトップですかはい一応まあ2着のままでもよしでバイマンツモはちょっと難しいかリーズも単品いいペーコ赤うらうらになっちゃうからウラウラそうですね赤か赤、うん、は、うん、微妙ですねあれここは統一固定ということは単ヤを なんかもう二着でいいと思えば仕掛けもあるし、はい、でもこれ闇天でマンガン直撃あるから、はい、できれば面前でいきたいですね、はい、単品赤イペーコー、はい、ありますもんね相当ちょっと狙いたいなイペーコーじゃなくて赤ウーアンでも嬉しいですよそうなんですさあ形を決める先にチーソウウーソウと並べていきました残したナーペさあウーアンが縦重なりは白金ですこれもやって 沢崎さんサブローを引いたらもう白金さんリャンワンとか絶対止まんないですからね <laughs> そうですねあるかもしれない直撃闇天に構えるか沢崎転廃した姿が早く見たいぞあもう広さはいらないとはい。かなり万眼直撃見てますねさあ白金は役なしの転廃はリーチといきますか例えばリャは行きますねリャンメ,ン、はい、ンメン以外は行きたくないんではい なんかパーピンとかウーワンとか中ワンとかポンすると思います、はい、タンヤオにするためにそのあたりの内回しも楽しみなところ現在はいいシャンテンです両装引いたときはどうするかですねなんかウーワンとか切って変化待つか、はい、変化待ってまあ両面に変わったりとか役割に変わったらまたそうです、ね、いうところですかはいまあそれが普通な感じがしますねちょっと九ワン切りは中ワン一枚切れなだけにはい その天敗外しは難しそうさあ親番の瀬戸熊はどうでしょうかまだメンツは一つとなっていますちょっと時間かかってません、ね。パーピーポンあしない,しないありゃマン。 さあ、そして、ドラ二枚切れの範囲を重ねました。これは統一でていくでしょうか、吉田。町ごろの範囲を探していくか、持ち点は八千五百点となっています。羽満ツモで三着ですね。はい。チートイツドラドラならば、手材料は十分。はい。今打たれたのはリアンマン。まあ、ドラも二枚切れですし、チートイツだけ見てですね。はい、まあ、それこそリーズもチートイドラドラ裏裏で、二着までもありますからね、はい。沢崎はこの形が長く続いています。 どの範囲を残していくおお見事リャンマンかなすそうリャンマンはね後々沢崎の当たり杯になってしまうかもしれないところ瀬戸熊ここでちょっと天杯も危ういかというところパーピンが2枚切れになったところでしたスすそうリャンメンチーですさあどうだ ホテル山を話して、ペイ初九層の三等弾手。うん、全部いいですね。はい。もうベストスみたいな三枚になりましたね。<laughs> さあ、天敗入らない。佐崎はこの時間が長く続いている。白金も手配変わらず、二枚目の初が打たれたところ。採用したどうだ。ちいと一いいシャンテン変わらず、ここは初を切っていく。瀬戸熊も天敗。 トップを目指すためにもレンちゃんは必須ですいやサーザキさんかないな <laughs> ちょっとリャンメンリャンメン何順で入るかも後で話をお聞きしたいところではありますが三十四分の四ってことですかはいあ天敗ですよここは急走短期急走は誰の手配にもないんじゃないですか山に二枚リーチチートイツドラドラ見事羽満つもの天敗を入れました 佐々木ここは闇天三郎相って現物じゃないですか危ないよこれ白金さんうわまあでもパーピンとかあるかでも親に対しても警戒しなきゃいけないから九万、はい、とかかな九ピンは実際に統一の範囲9万切りの選択今切られた範といったところでしょうかさあ瀬戸熊は関数万の天灰タン野オが入っています。算数これは現物 普通というか筋ですが、沢崎見逃した。見逃し<い>本当に。やばい。三相大丈夫ですか。いやもう三相大丈夫じゃない、これは。大丈夫じゃない、白金だって今三相通ったんですよ。絶対切る。うわ、切ら,切らない。ルーレットは続いている。え、パーソーちょっと待って、完全安牌じゃないもんな、一応。はい。まあ、ノーチャンスの一枚切りだから。 あれだけどさあここは2枚目見逃せないとばかりに澤崎が上がるタイヤをピンフあイーペーコー赤8000点白金この3層を打たずの選択見事といったところえこれ多分山越警戒しましたね今パーソーを切ったのはいや白金笑っているこちらの表情だ、はい、見,事見事な守備が光りましたこれが119回戦終了の上がりとなりました119回戦はトップより白金2着に澤崎3着に瀬戸熊 四着に吉田の並びで終了となりました。続いては百二十回戦です。